八条橋八条橋は、埼玉県八尾市八条と三里市上彦名の間を流れる中川に架かる、埼玉県道29号草加流山線の道路橋である。橋の名前の由来は、かつてここに八条の私があったことから。八条は、八尾市の前身の八条村からである。1961年仮設の原稿の橋は、 橋町は139.3メートル、総福林は6.6メートル、有効福林6メートルの8景間の後半桁橋の永久橋である。歩道は下流側のみに設置されている。交通量がかなり多く、老朽化が進んだため、拡幅し、掛け替える計画がある。国土交通省の八条橋水位観測所が設置されている。橋が開通する以前は、 八条の渡しと呼ばれる、埼玉郡八条村と葛飾郡上彦名村を結び、川幅六十間を渡ると線三層を有する、間接の都線であった。都線はいつから開設されていたか定かではないが、足利持氏の1419年のご教書に、川関について記されていたことからその頃までには、存在したとされる。なお、大英年間当時は、利根川の本流であった。 都選賃は5分で、1日の通行量は多い日で、約2000人であった。橋は1930年5月に、家橋組合を結成して、内務省及び県に、家橋の許可を請願した結果、県より家橋の認可が下り、同年11月1日に着工、陸軍工兵学校の将兵300人余りにより、施行され、同年11月16日に開通式が挙行され、 私は廃止された。佳橋に用した費用は1万6千円であった。この橋は、橋四143.2メートル、福四4.12メートルの通行量を徴収する、鎮取橋であった。橋は1938年3月31日に、県に移管された。幾度も補修工事を繰り返し、その後老朽化のため重量制限4トンを貸しながら、使い続けた。後に、 トラックの通行に禁する落橋事故が起きる。現在の橋はすぐ、川下川に1959年3月4日に着工、1961年3月25日に竣工され、同年4月11日開通した2代目である。工費は4350万円であった。橋の施行は宮地鉄工所及び佐藤建設工業が打け負った。合わせて、 長さ240メートルの取り付け道路も合わせて整備された。橋完成時には歩道がなかったため、後付けで八条橋速道橋が下流側に架橋された。ありがとうございます。